ごきげんよう、トップドッです。今日は巨人のいる世界にやってきてしまいました。後ろから巨人が来たね。なんだなんだ、でかすぎる。比べるとこのサイズ差だね。でも僕がアリンコサイズだったね。おお、ちっちゃくなった。あ、プンパーくんだったね。まあ、今回はいろんな食べ物を食べるとね、身長が伸びてくゲームです。そう、まずはね、この持ってるリンゴを食べるとちょっとずつ伸びてくのかな。なんか食べた瞬間ちょっと浮くんだけどなんだこれ。リンゴをめちゃくちゃ食ってきたんだけど、ちょっと身長伸びてきたね。で、稼いだ身長をセールっていう場所で、ここでね、売るとお金がもらえる仕組みになってんのかな。また体売る系なんだね、これ。で、稼いだお金で新しい食べ物を買える。あ、じゃあ今度は買えるのだとこれかな。ペア、ま、なしってことかな、これ。来た。一応このストレージもね、買っとこう。これ持てるサイズ、身長が伸びるサイズってことかな。よし、じゃあなし食べよう。あ、いいねね、リンゴの次はなしか。ジューシーで美味しいね。うわ、これみずみずしいよ。身長の伸びるスピードも速くなってきてるね。これが梨の力か。てかもう普通にこれ身長高くないか？車と比べるとこのサイズだね。いや、のっぽになってきたよ。いいよ。あれ、なんかここにヌーブくんがいるね。比べてみよう。ヌーブくんの2倍のサイズ。え、なんだなんだ？え、なにこの世界？え、裏世界に来たんだけど、どういうことだ？あれ？でも何人かプレイヤーいるね。ヌーブくんと戦ってる。あ、これ倒した方がいいのか、このヌーブくん。一応技とかもあるから使っていこう。あ、倒した。ちょっとお金稼げたね。じゃあこれ倒していった方がいいのか。他にもいないかな、ヌーブくん。なんだなんだ？なんか後ろでちっこいのが攻撃しようとしてる。よし、勝負だ。オッケー、潰した。プレイヤー倒してもお金稼げるんだね。そしてガンダムくんが来たよ。ガンダムっぽいに、おっと攻撃してきた。やる気だな。よし、それならなんとかこの勝負で勝ってお金もらばよ。身長も伸びてきたからね、一旦売ろう。で、稼いだお金で新しい食べ物買おうかな。さあ、222ドル貯まったから、あ、スイカ買えるね。来ました、スイカ。みずみずしそうだね。おお、暴れてるぞ。とりあえずスイカ食うか。おお、なんか飛んだ。おお、いや、でも身長の伸びるスピードめっちゃ速いんだけど、このスイカ。うわ、こんな栄養が詰まってたのか、スイカって。そっちになんかヌーブくんいるね。ちょっと倒してお金でも稼ぐか。よいしょ、このお金くれー。よいしょー。あー、ごめんごめん。なんかプレイヤー倒しちゃった。いや、この踏みつぶしが強いね、なんか。パンチは当たってないのかな。踏みつぶしてなんか道路が壊れるんだけど。だいぶ巨人のパワーが上がってきたぞ。スイカをむしゃむしゃ食っていって、オッケー。お、なんか体の限界が来たね。よし。ちなみにこのペットっていうのもあるんだけど、これなんだ？宝箱のこれガチャってことか。やってみよう。さあ、何来るかな？おー、デビル来た。デデデデデビルです。よし、これで能力がつくってことかな。じゃあペットをセットして。なんか画面が荒いぞ。暴れてるね、なんかが。よし、ストレージもじゃあ上げとこう。ペットの力で育つスピードも上がってきたね。みんなも集まってきたね。みんなもだいぶ身長伸びてきたね。もう巨人の群れが進撃してきたぞ。あ、体の限界来た。よし、じゃあ新しい、なんか買おう。さあ、食べ物はね、人参になりました。これまた栄養めちゃくちゃ詰まってそうだね。伸び伸びと身長を伸ばしていこう。いや、でも建物の1階以上のサイズにはなったんじゃないかな。でかすぎる。いや、まだまだ成長してくよ。よし、一旦売ろう。おー、なんだなんだ？おー、なんかこんなところにやってきた。よし、じゃあここで食いまくるか。
もう成長は止まらないからね。うわ、こんなところに乗れた。すげえ。世界が見渡せる。ビルのてっぺんで食う人参も最高だな。さあ、いろいろやり込んでね、食パンになりました。いや、すごい肩の上げ方。よし、食パンもね、まあまあね、これ。一口で、おお、二口で、こんな成長しちゃった。成長スピードが速いな、食パン。あとね、この世界全体見てみるとね、あのビルが一番高いのかな。よし、じゃあ一旦売ろう。で、たまにね、なんか宙に浮く現象が起きるから、それをうまいこと使ってね、あの、一番高いビルのてっぺんに行こう。行けるかな。よし、巨人だけどね。ビル登りでも始めるか。さあ、この世界で一番高いビルにやってきました。来た来た。また宙に浮く現象でここまでワープしてきたぞ。よし、一旦降ろう。あ、やばい、一番下まで来ちゃった。登りないかな。ジャンプをうまく使って。行けば、あ、いよいよ。おお、ここまで来た。よし、てっぺん目指そう。いや、この一番ね、頂上の景色、最高だろうね。来たー。おお、乗ったー。一番高いビル、そのてっぺんにやってきちゃったね。うわ、高い。おお、肩に乗ってるね。てか、なんかこの棒が刺さってんだけど。まあ、いっか。よし、いや、でも、あ、やばい。売らないといけないね、これ。売るか。おお、結構みんな来てる。ちっちゃくなっちゃった。よし、食べよう。食べて成長するか。いや、ここで身長を伸ばす作業も楽しいな。ちょっと落ちないようにしないとね。うおー。いや、最高の景色だ。じゃ、お金も貯まってきたんで、一番高いガチャ、やってみよう。これ4000もするね。いや、でもいいの来るんじゃないかな。ロボット、来ました。よろしくお願いします。え、これ強いの？ロボットって。もう一回やろう。あ、今度はパンプキンが来たね。よし、ちっちゃいからね、一口食うか。一口で、このサイズまで成長してきました。やばいな。もう一回食おう。二口で、街灯を超えたね。とんでもない成長スピード。もうこの建物を超えたね。5階建てかなこれ。5階建ての建物を超えました。成長は止まらないぞ。いや、あの辺のビルとかもね、ちょっと超えていきたいね。いけるかな。いや、でも最初の頃と比べたら、もうとんでもない巨人のサイズになったね。あのちっちゃい目線から見たらね、もう僕はとんでもない巨人なんだろうね。あ、来た来た。これが限界か。それではやりましょう。巨人ダンス。でかいでかい。動きがでかい。踊っただけで周りの建物破壊しそうで、ちょっと恐ろしいな。これだけでかいとね、踏みつぶしとかで、建物を壊せた。建物なくなっちゃったね。うわ、この踏みつぶし能力も強くなってきたね。ちなみにこの、スタジアムとかも壊せるかな？これ面積広いけどね。やってみよう。さあ、踏みつぶしてよ。おお、壊せた！スタジアム消えちゃった！スタジアムのみんな、さようなら。さらにね、このゲームをやり込んでね、今ね、食べ物が、お団子になりました。お団子の力をお見せしましょう。一口でこのサイズ！一口でここの学校を超えちゃったね。二口目で、おー、飛んだー。やばいな、もう。よいしょ、踏みつぶし。あ、学校壊しちゃった。学校のみんなごめん。まあ、建物破壊するとね、ちょっとだけお金稼げるんだよね。よいしょ、この建物とかは壊せるかな。よいしょ、このでかいビルはまだ無理か。さすがにこれは無理だった。もうちょいでもでかくなればいけるかな。そう、食いまくろう。さあ、このサイズで踏みつぶし。どうだ？来たー！このビルも壊せちゃった。
破壊神になっちゃったね。これも壊す。こっちはどうだ？ちょっと、あ、これで身長の限界が来たか。よし、じゃあこの巨人サイズでちょっとあれやってみよう。いきます。よいしょーっと。やばいやばい、周りの建物危なすぎでしょこれ。それではいきます。よいしょーっと。いいねいいね。いや、終わった後すげえ棒立ちだな。よし、まだ小さいサイズになったんで、地道に育てていくか。うおー、巨人が転んだー。立ち上がったねー。うおー、伸びるスピード速っ。うおー、ぶっ飛んだー。いやー、なにこれもう。おっと、飛ぶねー。でもまた、一番高い建物のてっぺんまで登ってきましたー。いや、景色最高だね。おー、なんだー。やばい。うわ、転んだ。もうどうなってんだ、これ。巨人なのに、まあ、こんな、細いところに立っちゃうと、転んじゃうか。おしょ、おー。もう、このマップ、全体見渡せちゃうね。よーし、じゃあ、ここで、あれやってみよう。よいしょーっと。あ、危ない、危ない。すごいバランス感覚。うわー、さすがに落ちてったか。いや、めっちゃでかくなってきたね。うわー、このゲームめちゃくちゃやり込んでんだけど、ついにこの一番高い建物と同じくらいのサイズになるんじゃないか。限界まで成長してみよう。あ、これが限界サイズか。見てください、一番高い建物と大体同じぐらいになりました。タコのおかげで同じぐらいになったね。でかすぎるね。そこにいるみんな、こんにちは。やばいやばい。でかいのに動きがめっちゃ早いね。よし、そうそう、売るか。よし、一番ちっちゃくなっちゃったね。もうほげー、なななな、吹っ飛ばされたんだけど。みんな、今までありがとうございました。さあ、今回は、チビから、超巨大、ビッグ、メガ、ギガ、巨人サイズになりました。あら、よっと。それじゃあみんな、ロールクシリーズ面白かったら高評価よろしくね。じゃあね。